行ってきます。欲しいなっていう通りになって、ね、しかも五分以上だったし、五分か。三対三って。三対三。三万入って。一戦目、また四着でした。ごめんなさい。すいません。お疲れ様でした。やり返しましょう。お。ここは。お。大悟さんが。他にいないからね。あ、いない。大悟さんがやり返してくれる。はい、やり返します。わかりました。じゃあちょっと。お願いします。じゃあ7万点ぐらいのトップで。7万点結構いっぱい。ちょっと正確に。はい、分かりました。はい、よろしくお願いします。はい、やり返していきます。頑張れ。頑張って。いってらっしゃい。わあ、行きます。いってらっしゃい。勝俣さんにとっては自分が
3、1枚よし、ナイスナイス、ナイス、お、トップあるぞ。思いますけどね。くらいの衝撃がありましたけども、家でもこれは、ああ、すいません。なんかな。なんかな。紙手順を踏むと数万切らずにチュンチュン落としてギャン装置。いや、それない。老朽そうになったら数万だけ一応あったな。確認したいと思います。いや、あれね、でもね、あの数万って、ね、まあ、マンツーでトップだったら考えるレベルで、っていうか、まあ、打つ価値あるかなと思うんですけど、マンツー2着であの数万はやっぱちょっと、あ、その数万は私も打たないと思いました。なんかあったかな。いや、他はでもないんじゃないですか。対応してる、あ、チュンをチュンチュンってやってると、うん、ピアンスを注意しての同級層だったら一回勝負するかなって思ったんですけど、どうすか。見事な、あの瞬間すごい冷たい。でも漫画だからな、やっぱり。あ、でもあの瞬間は確かに行くかもしれない。だから日向がもうやめてるそうですね。あ、それは行きます。そうそうそう、だけ一応マンツもあったかなってぐらい、全体通してぐらいでしたね。一回そうチュンチュンだけしてればみたいな。なんかこうよく、そうか、まあ、確かにチュンチュンもありますね。僕のイメージだと、なんかチュン急走の方が弱そうだから、あんまり深く考えなかったですけど、イーシャンテになったパースを引いて、ね、リャムスを泣かしてほしい一色だったから、と思ったから。